ついに鱗鉛筆ちょっと安くなってきた。汚れちゃったりとかもするんで、まああんまりはおすすめはしないです。っていうことですね。おはようございます。りっちゃんか焼き鳥ちゃんかまだなかなか名前が決まらなくて、今餌あげるところです。うまくできるかな。早く出てきてください。まあ2日目なので、でもやっぱり音の仕方ですね、すごくピピピな子かと思ってたんですけど、そうでもなかった。一番泣いてるのはうちのもちちゃんだった。お、グッジャーブ。お、頑張って。よし、出てきました。よし、持ち方もまだ下手なので、もうちょっとね、うまくできてばいいなーって。あ、私が遅い。餌あげるのもできるかな。あ、やっぱりうまくあげられなくてごめんなさい。怖いからね、あんまり強く押すと。でもなんか、ペッションのやってる人がすごい早くてあげられてたんですよね。なんか喉に詰まったら怖くて。今お昼頃です。さっき朝ね、あんまりうまくあげられなくて餌が、だから多分お腹空いてました。ペレット の今手に入れて、もう少しずつ食べるになってるので、それでちょっと頑張って食べて欲しかったです。はい、出てきたね。あいあいあい、諦めるところだったんですけど、でも負けてくれたの。もともとまあペッションで高いとは聞きましたんですけど、ブリーダーさん口の近くになかなか見つからなくって、やっぱり迎えしないならないんじゃないですか、生き物なので。だからあれにペットショップ行くしかないって、近くには見つかったんですけど、ただノルマの色がほとんどかな。多分先にあのシナモンとかパイナップルとかバイオレットとか、あのいろいろな色がもうなくて、なもうしょうがない、ペットショップで狙って、でたまたま2日でセールだったんですよね。なんかノーマルやっぱり高いんですよね。ノーマルの色で
55,000円だったんですよ。で、この子がシナモンで、もちいいから、なんか先生のしもち、シナモンで8万、9万近かったけど、店員さんが負けてくれたの。ノーマルの色と同じ55,000円で済みました。あら、だからラッキーですね。でいいから、のちはまあ本当におとなしくてあまり鳴かないんですね。あとうまくね育てられてばいいなと思って。でもちは私の一番下の、自分が娘と思ってるので少しやきもちするね。だから慣れるまで気をつきます。やっぱり可愛いんですよ、グリーンチコニュー、オルコインコ、日本と言っては。動物がね本当に癒されるんですよね。ほらもうもっちはね怖くてまあ、噛みはしないけど、でもね、わからないから、とりあえず動物だもんで。もう全然、焼き鳥はね、気にしないで。やっぱり、焼き餅するね。はいはいはい、わかった。もう、私のところで、もう2日目ですよ。もっち。ノー、ノー。シット。2日目なのに、もう私に懐く。ノー。ノー、お座り、チッ。かわいいんですよね。どこかな、あら、あれ、うれ、うれ、カメラですよ。カメラですよ。髪の毛。じゃあここここ。だからいろいろ。教えてくださいね。わからないことは、日本には鳥怖くてしょうがない。痛い、噛まないの髪の毛が痛い、やめて怖いよね、やられたらね。まあでも他の鳥より優しいかな。お、髪の毛わかった、はい、じゃあまた、焼き鳥ちゃんよろしくお願いします。